今目の前にある現実、欲に溺れ、あてもなく過ごす日々、あっという間に過ぎる一日、いたずらに重ねる月、無気力な毎日、安い人付き合い、その中で繰り返す愛想笑い、苦笑い、作り笑い、日に日に蓄積され被害する不信感、それにとらわれて疲れ果てる。この現実から救ってくれる希望、それがあの時抱いた理想、やることがなかった、やりたいこともなかった、どうしようもなかった、とりあえずで始めた、安いボールペンで紙に書き連ねた独りよがりの喜怒哀楽、批判こそあれ、称賛笑いと踏んできた言葉の数々、それを前にはどうして吐き捨てた、思いもよらないことが起きたのは確か、あの頃かつて秋前批判の声に限り、僕は熱かなかった称賛の声が聞こえた、嬉しかった、ただただ嬉しかった、俺は調子に乗って青臭い理想を抱いた、そして全く根拠のない確信を得たんだ、理想は現実に変わる、たまにはあの頃の思い出、仕事に前向きな言葉を、いつか全てうまくいく、いつの日にか報われる、理想は